イトメイクの人からの皆さん、どうもこんにちは。アイトメイクの人、タイラーです。今日は、前の動画に引き続いてリンキングマスターシリーズの第2弾をやっていきます。前の動画ではね、 T のシチュエーションでのリンキングについて勉強しました。母音 T、 母音、そして母音 T、 L の2つのパターンのリンキングをやりました。今日はめちゃくちゃ簡単なリンキングを皆さんに教えていきたいと思います。それは子音から母音のシチュエーションでのリンキングです。めちゃくちゃ簡単。もし前の動画を見てなかったら、まずそこから1回見て今日の動画を見てほしいです。今日の動画のね、皆さんに一生懸命教えていこうと思うので、最後まで楽しく頑張ろう。ウォー、レッツゴー。母音ってそもそもなんだろう。まず母音っていうのは A-E-I-O-U、 そしてたまに Y の6つのアルファベットです。子音はそれ以外の全てのアルファベットが子音となります。単語の最後に子音、そして単語の初めに母音が来た時に必ず本当に絶対にリンキングします。例えばこんな時 Hold on、 これをリンキングして Hold on。 ジャパンイングリッシュで言うとホールドン、ホールドオンで相手ホールドンです。でもう一つ、スピークアップ、スピークアップ、これをリンキングするとスピークアップ、スピークアップ、ジャパニーズイングリッシュではスピークアップ、スピークアップじゃなくてスピークアップになります。皆さんこういうことないですか？英語のリスニングテストを受けているときに、なんかこれ言ってなくねって思うようなことありますか？それ実はリンキングの仕業なんです。主に前置詞 in of とかで起こるんだけど、例えば I'll be back in a second、 ここで起こるリンキングは back in a になります。まず back と in で back in、 back in、 そして in と a で in a、 in a、 結局前と後ろの方で、子音から母音、子音から母音の形でリンキングをしちゃって back in a、 back in a、インどこ行ったってなるよね。これが今話している、リンキングのあるあるみたいなもので、めちゃくちゃ起きちゃう、残念ながら。でもこの動画とこのリンキングシリーズを見ていけば、絶対にこういう引っ掛けにも引っかからないので、頑張っていこう。このシリーズを見てリンキングマスターができた時には、もちろん言えるようになりますよね。で言えるようになったと同時に、相手のリンキングも自然と聞こえてくるようになる。どういう法則性があってどういう働きが起きるのかも全部理解してるから、バックインアって急に投げ飛ばされても、あ、バックインアってなるようになるから、みんな安心してね。と前回の T の復習も兼ねて3つの文章でリンキングを見ていこう。1つ目、 But I feel so much better。 もう一回いくよ。今度はリンキングしてやります。But I feel so much better。 もう一回、 But I feel so much better。 ここで起きるリンキングは3種類。まずは But I、 T の子音と I の母音がつながって But I、 But I。 でも同時にここで2つ目のリンキングも起きてます。 But と I のスペルを見てみると B-U-T-I、 T は母音と母音に囲まれて、前の動画でも言ったニゴル T をここで発動します。ニゴルティっていうのは L に点々をつけるイメージで、出し方は声を低くする。 But I、 But I、 But I feel so much better、 But I feel so much better。 そして3つ目のリンキングは Better、 Better、 B-E-T-T-E-R、 2つの T が E と E にまた囲まれています。ここでまたニゴルティのリンキングが起きます。 Better、 Better。 2つ目、 We all know what a challenge that is。リンキングして言うよ。 We all know what a challenge that is、 We all know what a challenge that is。 ここで起きるリンキングは3つ。まずは What a、 T の子音と A の母音がつながって What a、 What a、 そして That and is、 T の子音と I がつながって That is、 That is。 ここで実は What a and that is の2つに通じるリンキングが起きてます。皆さん分かりますか？そう、 A、 T、 AATI の T が母音に囲まれるという T のリンキングがまた起きてます。ですからどっちにもニゴル T、 L に点々がついて声を低くするという発音を当てはめて What a、 That is、 We all know what a challenge that is。 もう一回いくよ。 We all know what a challenge that is。 いいね。
あと一つだから頑張ろうぜ。最後はね、結構難しい、結構きつく問題でも、ちゃんと分かりやすく説明するので、みんなも頑張っていこう。 What have you been up to? リンキングするよ。 What have you been up to? What have you been up to? ここで起きるリンキングは4つ。まずは簡単なやつから。 Been up、 これをリンキングして Been up、 Been up。 2つ目のリンキングは Have と You。 Have の E は発音しないので最後の音が B になります。で、最初の方でもチラッと言ったけど、 while はたまに母音になるよねって言いましたよね。 have you、シーンの V と母音の Y をつなげて view、 view、 have you、 have you。 3つ目のリンキングはちょっとだけ例外的、これは H の発音に関わってくるリンキングです。 H の発音はちょっと弱くて、あの息をハッハッって出してるだけだからちょっと弱いんですよ。だから実は前に H が来る時も実はリンキングが起こるんです。ここで見られるのは What have、 What have、 T のシーンと H の発音がなくなって A の母音、これが合わさって What have、 What have、 What have。 そして最後は、濁る T がまた発生してます、H の発音がないから一番最初の母音が A になります。 What の最後の T は A と A の母音にまた囲まれてます。ですからここでまた濁る T をします。 What have、 What have。 はい、ここまでリンキングの3つ目の法則、シーンから母音と例文を使った練習をやってきました。皆さんに忘れないでほしいことがあります。今日の動画でも前の動画でも英語のスピーキングでの法則性について話してます。でもこうやって話してるからといって皆さんにめちゃくちゃ意識して話してほしいわけではありません。まずは構造を知って、あ、こういうものがあるんだなって理解することがスタートです。で、そこから発音をしまくる、この動画も何回も何回も見て発音をする、これが大事です。何度も何度も発音すれば自分の口が覚えてきます。で、口が覚えていけば自然にリンキングの習得ができるようになります。あの、友達とかネイティブとかと話してる時に、あの、これを意識して使ってほしいってわけではありません。むしろ無意識に使えた時こそが習得できたってなる時です。もし皆さんが勉強している中で、あ、このシーンとボイのリンキングがあるって思ったら、ぜひぜひコメント欄に書いてってください。リンキングの法則がまた4つ残ってますので、で、自分はめちゃくちゃわかりやすく皆さんが絶対わかるように、説明できるように動画を上げますから、チャンネル登録をして待っててね。今日も見てくれてありがとう。ではまた次の動画で、See ya! 今日も動画を見てくれてありがとう。英会話スクールアイテムではいつでも無料ガイダンスを実施しております。下の概要欄のリンクから飛びますので、ぜひ飛んできてください。待ってるぞ。絶対だよ。飛んだよ。